さあブレイキングダウン第3回、主役はこの男になるんでしょうか。川島優太、ケージへと向かっていきます。ミクルさんも相当このファイターには期待してるんじゃないですか。そうですね、もう本当ブレイキングダウンを体現している選手なんで、もうすでにね人気選手になってきてると思いますけどね。そうですよね、ペーパービュー視聴してくれてるファンの方たち、ファンついてますよね、おそらくね。絶対ついてますよ、一番人気なんかもしれないですね。僕もね、この名前見ただけでワクワクします。いやもう心意気、気迫、気概がもうにじみ出てますよね。やってくれるって感じしますからね。さあ決戦の舞台へと上がってきました、吠えながらやってきました川島優太です。その表情はほとんど変わることがありません。前回登場、前回判定で勝ってこのトーナメント1回戦も勝っています。ブレイキングダウンすでに2勝を挙げている丸田。ミクさん、改めてこの丸田というファイター2試合ご覧になって印象はいかがでしょうか。なんか試合になると荒くれ者ですよね。普段冷静に見えますよね。そんな風には見えないのに、いきなり来るからびっくりするでしょうね。このギャップが大沢さん、一つ勝因になっての2勝ですかね。そうですね、まあ、この試合で川島選手がしっかりもう最初から来ると思うんで、はい、丸田選手がそこに迎え撃てるかどうかですよね。どんな戦略を立てているでしょうか。よっしゃと口が動いたように見えました。さあ川島優太の元へと向かっていきます丸田。結構リーチされますね。そうですね、この身長差です、まあ、川島選手ガンガン入っていくんで関係ないと思いますけど、丸田182センチ、169センチは川島です。さあミドル級ワンデートーナメント準決勝、まずは第一試合、ゴングの時を迎えます、はい、さあ始まった。先に右を入れ た, た、ちょっと下がったぞ川島さん。さあフェザー級、これもワンマッチ、ワンマッチは第3回ブレイクダウンラストということになります。柴田が登場、20歳柴田海斗、キックボクシングを3年。大沢さん、ワンマッチはこれがラストですね、第3回。そうですね、でも面白いですね、本当にまだ若い20歳のファイターです。やっぱり1分間だとこうみんな行かなくちゃいけないんで、はい、細かい駆け引きなしで打ち合ってくれるんで面白いですね。そうですね、まあ、ミクさんまだ20歳というファイターですね、はい、3年やってますからね。そうですね、キック3年です。さあこのブレイキングダウンの世界に元プロ野球選手が初めて参戦です。相内誠、27歳がゆっくりと歩を進めていきます。いや三浦さん、プロ野球選手でした、相内誠、プロ野球選手って競技人口すごいじゃないですか。そうですね、それでプロになってるって相当信頼度があるってことですね。ちょうど大沢さん1年前に引退を表明した相内選手ですね。まあ本当こう身体的に恵まれてますよね、埼玉西武ライオンズ2012年ドラフト2位。ヤミクさん、ドラフト2位の選手です。すごいですね、どこのポジションなんですか。ピッチャーですね。じゃあ肩相当強いからパンチ力すごいかもしれない。右投げ、プロの世界では1軍で21試合登板しました。150キロ近いストレートを投げてきた相内がやってきました。ブレイキングダウン。リングバウトルールなんで、掴み投げ一切禁止ですからね。反則行為になりますから。さあ大沢さん、どんな展開をイメージしたいですか。やっぱり相内選手の右ストレート、はい、強烈であってほしいですね。相当リーチは長そうですね。150キロですもんね。そうですよね。ただこの目つきは20歳の柴田。さあ60秒スタート、9回も注目する中、まず前蹴り、距離を取ろうとする、蹴りやった、蹴り強いですね。最初の10秒は蹴り合い、右のローを入れる、はい、左を刺した後、右のボディストレートのような格好でした。あと激突、ワンツー、右のハイ、